おはようございます。Good morning! じゃカじゃカじゃカじゃかじゃん、イエーイ。はい、えー。私はですね、今、渋谷にお、えー、ります、えー。なんで渋谷にいるかというと、じゃーん、見てください。タワーレコード、渋谷で行われたガズレの本の出版記念イベントに、えー、が昨日行われてですね、えー、その流れでですね、えー、夜、えー、渋谷で晩ご飯を食べて、えー、渋谷の街で一晩、 あの、過ごしたというわけでございましてですね。朝、こう、ホテルの一室から、今日ね、宮下公園、すごい綺麗になったの知ってますか渋谷のね、あの、線路沿いにある宮下公園っていうところがすごい綺麗になったっていうんで、そこで外でね、収録しようかと思ったんですけどね、なんと、あの、8時からしか開かないっついうことで、じゃあ間に合わない。あの、あ、そうだ。ちょっと最初にご紹介。 今日のね、このガズラジ配信なんですけど、今日はね、3つで、えー、お届けしようと思います。まず1個目は、えー、ガズレレ YouTube チャンネルで。<laughs> えー、はあ,あの、もう公開して、あの、ガズレレだけ見てる方はもしかしたら知らない方いるかもしれないんですけど、ガズラジといって、毎朝7時半から、スタンド FM という、あの、ラジオ配信アプリで、えー、ラジオ配信してるんですよ。そしてそれだけじゃない。なんと、ガズラジという名前の YouTube チャンネルで、えー、動画もですね、同時に公開してるんですね。毎朝7時半に。で、今日は、スペシャル版で、そのガズラジのバージョンとして、えっ、ー、と、ガズレレの、えー、YouTube チャンネルでもこの動画をシェアし しようと思って、ややこしいね。だから今日はね、三つのね、あのー、なんていうのかな、その、それぞれの、あのー、スタンド FM とガズラジ YouTube チャンネルとガズレレ YouTube チャンネルで、このね、えー、音声というか画像をね、配信するぞということなんでございます。えー、なんで、えっ、ー、と、ガズレレ YouTube チャンネルの方でガズラジ知らない方、ぜひこれを機にチェックしといてください。スタンド FM というアプリでガズラジって検索すると出てくるし、YouTube でもガズラジって検索するとそのチャンネルが別のガズレレ YouTube チャンネルじゃないで でも出てきますからねはい。で、今日はですね、まあそういうわけで、昨日行われたタワーレコードのそのインストは、えー、ライブイベントの、こう、レポートというかをですね、まあせっかくなんでね、この渋谷の街からお届けしたいと思います。で、なんか渋谷っぽいところで撮りたいなと思ったんだけど、もう結局ね、僕が今泊まってるのはね、あのね、 駅のすぐ近所でね、東急ホテルなんですけど、もうね、もう何にもないんですよね、その宮下公園以外は、もう本当にこうオフィスとかお店が立ち並んでるところ、外で撮りたいと思ったんですけどね、まあなかなかと思ってあ、部屋なんですけど、見てください、これ東急ホテルなんですけど、ここ,この壁画面がさ、これ、渋谷の街中を表現してるんですよね、これ109、さすが東急ホテルだなと思うんですけど。でもここに これ、旧フロントって、伝えが入ってるビルとか、の絵が書いてあるから、ここも渋谷っぽいなと思ってですね、ここで撮,撮,撮ってるんですけど、昨日は、のその渋谷のタワーレコードで、ちょっといろんな発見があったんでですね、ちょっとそれをえーご紹介しつつ、今日のね、あの、レポートにしたいと思うんですけど、まずね、昨日びっくりしたのはですね、渋谷の街、ものすごい人混みでした <laughs>。あのね、しかも、インバウンドがもう完全に戻ったなって感じして、もうね、 外国人の方めちゃくちゃ多くてしかも何て言うんでしょう,こうチャイニーズ系の方かと思いきや案外欧米人ばっかだったんですよね欧米人の方がめちゃくちゃ多くてですね まずその渋谷のタワーレコードに歩いていくのもですね、なかなか大変ぐらいの人も見てですね。いや、しかも僕らはもうね、今、南新州って街に住んでるから余計それを感じるのかもしれないんだけど、いや、でもね、あれはやっぱコロナがもう、なんつうか収まったなっていう気配は感じましたね、すごくね。で、それ、それだけじゃないです、皆さん。こっからが驚きの事実で、そのタワーレコード渋谷店さんがもう大にぎわい。大にぎわいなんですよ。 あの、このタワーレコード渋谷の T, T シャツを買おうと思って、昨日これイベントで来たんですけど、えー、これをね、買うのにレジに並んでいたらですね、レジがもう全然進まねえっていうか、もうすげえ習ってんです。でも、とにかく若者がものすごく来て、なんか、でね、あの、その、リッドミュージックシャツ出版社の、あの、編集者の方とそこでこっちやって話してたんですけど、なんかね、渋谷に来たらタワーレコードに行って、こう、インスタの写真を撮ろうみたいな、そういうね、渋谷の一個のね、ファッションアイコンというか、 なんとブランドでタワーレコードに行ってきたよっていうふうにみんな言いたい、そういう聖地みたいになってるみたいで、そこで、まあ、CD を買うとかグッズを買うとか、なんかあとね、 その昨日もガズレレでもやらせてもらったそのインストアイベントってお店の中でイベントがね行われるんですけどあのガズレレのイベントの前にやってたのもね5人組ぐらいのもうねめちゃくちゃアイドルでしたねであと韓流のイベントとかアイドルのイベントとかそのまあバンドとかのイベントとかをもういろんな回でやってるんですよそのインストアライブイベントみたいなその中の1個にねあのガズレレもこう出させてもらったよということなんですけど、まあ、それでね、まあ、渋谷のタワーレコードがねどのフロアに行ってもね みんなそんなに CD 買ってんのかというふうにびっくりしました。ちなみに、えー、タワーレコードっていうのはですね、もともとアメリカでね、作られたレコード会社、レコード会社じゃないレコードショップなんですけど、もうすべて潰れておりまして、今残ってるのは日本だけ。 タワーレコードってもう日本しかないんです。そういう意味でも外国人の方来るみたいですね。これがまだ生き残ってるタワーレコードかと言ってですね。で、あのタワーレコードのスタッフさんにその話をしてたら、どっかあの東南アジアの方では、あの、嘘のタワーレコードがあるらしいですけど、そういうなんか凄まじいことになってるということで、今やですね、こう、なんていうのかな、聖,聖地といいますか、なんていうのかな、そうん、観光名所みたいになってるんだと思うよ。タワーレコード、シベテ自体が。 で、僕たちがイベントやった時は5階のフロアなんですけど、K-POP フロアなんですよ、そこがまた。その K-POP の CD だかなんだかを買いたい人たちがもうね、強烈だったんですよ、ね。もう何百メートルもレジに並んでた。最初も入った時にね、ガズレレのファンの人たちがこんな並んでるのかなと思ったらな、あ、それは K-POP だった。あ、でもね、ガズレレのね、あのー、ファンの方たちもたくさん来てくれて、もう本当にありがとうございます。あのー、びっくりしましたね。でね、あのー、 そのイベント会場に対しての,この人が入ってくれる感じの、あのー、なんてうのかな、ボリューム感がちょうど良くって、ウクレレ持ってるからある程度の、ね、距離を持ちながら、えー、で、楽しめたんじゃないかなというふうに思います。そしてイベントの内容はですね、あのー、ガズ、ガズのね、初のミュージックビデオ、ガズレレ初のミュージックビデオ、歩くという曲の、あの、ね、やっぱ完成には及ばなくてですね、あの制作途中の、えー、映像を公開だったんですけど、まあ、みんなで見てですね、めちゃくちゃ感動しました。 あのー、動物がねいろいろこうアニメーションで歩いていくっていう、まあ、設定なんですけどあのみんなねそれぞれの色をしたいそれぞれの形をした動物がねみんなそれぞれの道をあのこうマイペースで進んでいるわけじゃないですかで僕ら人間もですねあのそれぞれの色でそれぞれの,あのライフスタイルでそれぞれの目指すところに向かってマイペースで進んでいくんだなっていうのをです、ね、自分の曲自分が作った曲なんですけども自分の手を離れてですねその映像アーティストのフィルターを通したその何ていうのかなメッセージを見てたらです、ね もうめちゃくちゃ感動しちゃってですね。あの、そこにいた、あの、皆さんと一緒にね、あの、一緒にちょっと本当に感動しながら見ていたんですけど、このミュージックビデオはですね、完成したらですね、ライブ配信しながらみんなでね、YouTube で公開しようかなと思ってますんで、またちょっと完成した暁か月には皆さんにご連絡するんで、一緒にね、チャットしながら見れればいいなと思ってるんで、お楽しみにしておいてください。はい。そしてそのイベントはですね、あの、リッドミュージックの この本を編集担当している服部さんをゲストに迎えそのいろいろ裏話したとかいろいろ話したりだとか、まあ、もちろんみんなでいろいろセッションしたりいい話したりとかしてですね、なんかほのぼのとしたまあ1時間だったんですけどイベントは、その後サイン会がサイン会っつってももう本当タワーレコードさんのね、あのやり方でやってるからね、もうなんかすごいしっかりしてましたね。あのまだねやっっぱコロナのの、影響があってこの なんていうのこう、透明のフィルムみたいの立てて、やってなんか、あれ、これいるんですかみたいな感じだったんだけど、しょうがない。もうそのね、ルールを守るしかないんです、そこのね。まあ、だけどタワーレコードのスタッフさんもね、もうほんとね、 応援をしてくれて、もう後からわざわざ、いや、すごい良かったですって言ってくれ、言に,に来てくれて、やっぱ普段ね、きっとそのアイドルさんとか、その K-POP さんみたいなのをいっぱいやってるから、なんか僕みたいなそのガズレレでみんな音楽をやろうよとか、なんかこう豊かにやろうよみたいな話とか、その演奏を見てですね、あの、かなりですね、あの、 あの来てました。スタッフさんも。それは僕もすごい嬉しかったですね。あとね、もっと嬉しかったのは、今回、子供と歌おうを、えー、くれれ、ね、簡単にくれるという本の出版記念イベントだったんですけど、子供がね、いっぱい来てくれたね、あの、あの街中人混みのね、まあ、すごい街中にね、キッズ連れてきてくれた親御さんも、ほんとね、あの、ありがたいなと思った。しかももう、ほんと、大好きとか、もう、ほに真っ正面切ってね、 あのいろんなキッズに言われるとねもうさすがのガズさんも照れちゃうよみたいな感じでで、ね、もうほんとねああいうのはねだよかったなと思ったなんかはい犯人さんもね昨日来てくれたんだけどすごいよかったよね素敵だった素敵だったんですよ当、うん、でまあすごいいい時間を過ごせてほんとねあのスタッフとかリッドミュージック社の出版社の方も来てくれてよかったなっつってね、うん、あのこの模様はですねインスタグラムとかツイッターに写真、うん えー、乗っけてるんで、ぜひガズレレのインスタグラムでちょっと見てもらいたいんですけど、まあまあそういうね、あのー、なんか、なかなかないですからね、あの、ライブ、ライブイベントと言いながらも、すごい、あの、蛍光灯っぽい明かりのところで、だからすごい新鮮だったね。なんか、あのー、そんな、まあ楽しい、えー、タワーレコードのようなインストアイベントだったのよ、ということでございまして。はい、えー、ちょっとね、あの、大体イベントの翌日はこんな感じで速報、 あの速報レポートをねあのいつも動画にしているんですけど、今日も例に漏れずやってみましたと、えー、でこのイベントが終わると、あとねちょっとガズの参加はないんですけど、来週は博多でポップアップショップの。 え、開催なんですけど、ガズの代わりと言っちゃなんだけど、私がいつも愛用しているガズモデルが本当に使ってるやつですからね、展示されて皆さんにお試しいただけるんで、あの、大事に扱ってくださいね。私本当にそれ気に入ってるやつなんでね、はい、それをちょっとあの、九州博多、ご近所の方、遠い方でもね、ちょっと行ってみて、えー、いろんなガンジーラボのウクれるフルなナラインナップの思想をしてみてください。で、ガズレレとしては次のイベントは5月の10周年イベントで、えー、東京、名古屋、大阪行きはソールダウトになっていただいております。本当にありがとうございます。えー、今ね、 えー、追加公演というのがね、えー、決定しておりまして、5月14日の吉祥寺夕方の部、えー、17時から、これがまだ予約できるということで、昨日もね、あ、そのイベントの最中にそれ予約してくださった方も結構いらっしゃってくれて、あのー、 またそっちもすごいことになること間違いなしですんで、えー、ぜひよろしくお願いしますということでございます。あ、さあ、そしてですね、今日は渋谷で朝ちょっとのんびりね、この後宮下公園ちょっとぶラぶラね、その8時になったら公園が開くっていうんで、ちょっとなんか渋谷の朝の景色をこう眺めながら、えー、また、あのー、南信州の方に戻って、えー 日常モードで動画アップロードしようと思うんですけどいよいよでもねあの来週また面白い、えー、動きがあってちょっと旅に出るんですよそんな話もちょっとしていきますね、えー、今週は、えー、ちょっといろいろこのコツコツ積み上げして来週は旅に出るそんな予定でおりますとそんなわけで、えー、渋谷のホテルからお届けしておりますすごいでしょこれ渋谷の街にいるぞみたいな感じですはい、えー、今日も素晴らしい日作っていきましょう えー、ガズレレ YouTube も、えー、今日何かアップロードする予定です。えー、アーカイブですけどね。はい。で、ガズラジ、えー、ガズラジはですね、毎朝7時半からスタンド FM とガズラジ YouTube チャンネルで、えー、毎朝、毎朝ですからね、365日配信中。ということで、まあ、皆さん、あのー、また聞いてくださいね。ということで、えー、今日の、えー、朝のレポート、これにて終了です。じゃあ皆さん、今日も素晴らしい一日を作り上げていきましょう。手洗い,いガズレレガズピアノ、ガズラジで、今日も元気に、いってらっしゃい